今回は僧帽筋の解剖学を勉強していきます。僧帽筋は背中の中でもとても大きな筋肉で、上部繊維、中部繊維、下部繊維といった形で3つの繊維に分かれます。でその中でも各繊維ごとに動かし方、肩甲骨に主に関わってくるんですが、肩甲骨を挙上させたり内転させたり下旋させたりといろんな違いがあります。でそういった解剖学をまず勉強していった後、僧帽筋のトレーニング方法であったりベントオーバーローイングでの鍛え分け方を見ていきます。ここでは僧帽筋を鍛える方法か、前回勉強した広背筋を鍛える方法、これっていろんな姿勢によって変わったりするんで、そういったところをちょっと解剖学的に学んでいけたらなと思います。ではまずは僧帽筋の解剖学から見ていきます。僧帽筋はまず上部繊維、中部繊維、下部繊維3つに分かれると言ったのですが、まず上から見ていきます。で僧帽筋の上部繊維の起始部というのは外後頭隆起と呼ばれる場所です。これね、聞きなじみないし多分聞いたこと初めてだと思うんですけど、これはイメージとしてはもう後頭部のこの辺りイメージしてもらえるといいです。首の付け根、首と頭の付け根のちょっと上ぐらいのイメージで大丈夫です。そして底始部っていうのが鎖骨の外側3分の1です。で鎖骨の外側3分の1というと鎖骨の中心がここにあって外側なので、だいたいこの辺りについてます。ちょっとそれを骨模型で確認すると、外後頭隆起はだいたいこの辺りです。頭後頭部のちょっと下ぐらいから鎖骨の外側3分の1なので、ここに向かってつきます。こういった形なので、僧帽筋上部を触ろうと思うと、この肩の上側、いわゆるこの肩が凝ったっていう場所ですね、この辺りを触ってもらえると、これ僧帽筋上部触れることができます。でこの僧帽筋上部の作用としては肩甲骨の挙上です。これ挙上というのは肩をすくめる動きのことを言います。でこの肩甲骨の挙上っていうのは、日常的に、あんまりこうやって意識することないと思うんですが、割と緊張した時間が続いたりとか、パソコンを触ってる時間が続くと勝手にこう肩って上がってくることがあります。でこれがいわゆる肩甲骨の挙上という動きなので、長いことこうパソコンを触ってて肩が凝るなという方は、勝手にこの肩甲骨の挙上が起こっていて、常にこの僧帽筋の上部繊維っていうのがこうガチッと固まってしまっている可能性もあります。であともう一つの作用としては肩甲骨の上方回旋という動きがあります。これは僧帽筋の上部繊維だけじゃなくて中部も下部も一緒の動きを持っているんで、最後に説明していきます。では次、僧帽筋の中部繊維です。中部繊維というのは胸椎の1番から6番の棘突起につきます。でこの TH というのは胸椎です。でこの胸椎からついて底始部が肩甲棘の上側と肩峰の内側、肩峰内側です。じゃこれもちょっと漢字で見ると難しいんで、位置関係骨模型で見ていきます。ではまずは胸椎の棘突起というところを見ていきます。棘突起というのはこの背骨の中でも一番後ろのこのとんがっている部分のことを言います。でここが胸椎の1番なんで、1、2、3、4、5、6、この上から6個ついて、次肩甲棘の上側なので、肩甲棘はここのことを言います。肩甲骨にあるこの部分のことを肩甲棘と言って、ここからこういった形で肩甲棘に向かってついていきます。そして肩峰の内側なので、肩峰というのはこの部分です。なので肩甲棘と肩峰の内側にこうベターとつくような形が僧帽筋の中部繊維です。で僧帽筋中部繊維の作用としては、まず一つ肩甲骨の内転、いわゆる肩甲骨を寄せるっていうような運動ですね。これがメインの働きとしてあって、もう一つが上方回旋、そしてもう一つ、ここすごく大事なんですけど、肩甲骨を胸郭に固定するという役割を持っています。これ特にこの肩インピンジメントといって、上げた時に痛むとか、トレーニング中に肩が痛いという方はこの胸郭を固定する、この胸郭に固定するっていう作用がすごく悪くなっていることが多いんで、これもこっちの場面で後で見ていきます。で次に下部繊維見ていきます。下部繊維というのは胸椎の7番から12番につきます。先ほどの中部繊維の下の部分ですね。そこから肩甲棘に向かってつくのが下部繊維です。これも位置確認していくと、このここから先ほどは 1、2、3、4、5、6、 ここまでが中部繊維だったんですけど、下部繊維はここからですね、7、8、9、10、11、12といった形で、
ここから肩甲極のだいたいこの部分に向かってつきます。なのでちょっと斜め上につくような形になっているのが下部繊維です。なので上部繊維は上からつく、中部繊維は真ん中からつく、下部繊維は下からつくといった形で、大きな三角形の形が3つに分かれます。でその中でも下部繊維の働きというのは肩甲骨の下勢が挙げられます。下勢というのは肩甲骨を下に落とすようなイメージで、ちょっとこれ単独でやるのは難しいんですけど、この両肩を下に下げるような運動、これが肩甲骨の下勢です。まあ、ベンチプレスでいう胸を張るとかいう時にも大事な動きです。で共通の作用としては上方回旋が挙げられます。じゃあこの上方回旋っていうのと胸郭に固定する役割、これをちょっと下で見ていきます。まずこの上方回旋から見ていくと、これ肩甲骨です。で上部繊維がまずこの首の方に向かってついていってて、次中部繊維というのがこの胸椎の真ん中の方に向かってついていってて、下部繊維というのがこの胸椎の下の方に向かってついていくような形です。でそれぞれがうまく働くことによって力の方向というのはこういう向きに働きます。そうなると肩甲骨はこっち斜め上に上がっていくように働きます。上に引っ張られて、真ん中に引っ張られて、下に引っ張られるので、このこう固まってたものがこっちに動くような形ですね。でこの肩甲骨の下角、一番下の部分っていうのが上に上がってくる運動を上方回旋っていうので、まあ、3つがちゃんと働くことによって肩甲骨は上方回旋してくれます。そして上方回旋の中でももう一つ大事な筋肉があって、前鋸筋という筋肉があります。でこれは別動画で詳しく紹介してるんで、よければ概要欄の方から見てもらうともっと分かりやすいと思うんですけど、前鋸筋というのはこの肩甲骨の内側、中側から肋骨に向かってついている筋肉です。ボクサーがパンチするときによく鍛えられる場所なので、ボクサー筋とも呼ばれたりするんですが、この前鋸筋もこの肩甲骨を上方回旋させる力があって、前鋸筋はこの肩甲骨の裏側からついて肋骨の前に行くような筋肉なんですが、これも一緒に上方回旋の方に誘導してくれるんで、僧帽筋と前鋸筋はセットで働いてくれることが重要です。でこの今上方回旋見ていったんですけど、この上方回旋以外にも胸郭に固定する作用っていうのも前鋸筋は持っています。じゃあちょっとそれを見ていくと、これ上から見た状態です。でこの真ん中の丸が背骨、そしてこの両方にこういった形で開いているのが肋骨です。でこの上に乗っている三角形のものが肩甲骨です。なのでこれ頭のてっぺんから上から見下ろした形で、背骨、肋骨、肩甲骨という形です。で僧帽筋中部というのは場所でいうところ胸椎のこの部分からついてるんで、まあ、形でいうとここの筋肉です。で次この前鋸筋っていうのが肩甲骨の内側から肋骨に向かってついてるんで、こういう形でついています。でこの筋肉が2つしっかりと働いてくれることで、ここにある肩甲骨っていうのが体からこうやって浮いて離れていかないようにしっかりとこっちに押し付けてくれます。でこのことを肩甲骨の胸郭に固定するといった作用になるんですが、これがあることによって肩甲骨がしっかりとスムーズに動くことができます。まあ、関節構造編でも見たと思うんですけど、この胸郭と呼ばれる肋骨の面に対して肩甲骨でペタッと張り付いているような形です。でこの張り付いた肩甲骨がいろんな方向にこう滑っていくように動くことで、肩甲骨はスムーズに動かせるようになるんですけど、そのためにはしっかりとこの肩甲骨が胸郭と呼ばれるこの部分に固定されていることが大切です。でその役割を持っているのが僧帽筋のチューブとか前鋸筋なので、この辺りの筋肉の働きっていうのは肩を安定化させるとか怪我を防ぐ上で非常に重要です。ではここまで僧帽筋の解剖学と、前鋸筋との共同作用というのを見ていったので、次は僧帽筋のトレーニング方法を見ていきます。僧帽筋のトレーニング方法っていうのは上部、中部、下部繊維3つで分けることができて、1つ目、上部繊維はシュラックという種目が挙げられます。シュラックは有名な種目なんですけど、こうバーベルを持った状態で肩をすくめるような運動、これをバーベルシュラックと言います。でこれは肩甲骨を挙上させるので上部繊維のトレーニングです。そして中部繊維、肩甲骨の内転という動きですね、
肩甲骨を寄せるっていう動きに関わってくるので、これは代表例としてはローイングが挙げられます。で、下部遷移というのは肩甲骨を下せ下に下ろす役割があるんで、上から下に引っ張るラットプルダウンなどが挙げられます。まあ、この今3つ見ていくと、トレーニングとしては非常にメジャーなトレーニングばっかりで、割と取り組んでる方多いかなと思います。ただすごく重要な作用というのが抜けていて、僧帽筋、上部遷移、中部遷移、下部遷移全てが持つ共通の作用として、情報回線挙げられると言ったのですが、これらの運動では肩甲骨の情報回線というのはほぼほぼ起こらないです。なので、しっかりとこの情報回線を鍛えてあげるようなトレーニングメニューを組むことが、先ほど言ったこの肩を安定化させるっていう働きにも非常に重要なので、このトレーニング方法としてはオーバーヘッド動作というのを加えてほしいです。じゃあオーバーヘッド動作どういうのかというと、例えばオーバーヘッドプレスのような形でバーベルを下から上に上げていく種目、こういったのも非常に重要ですし、その他にも逆立ちなどもおすすめです。しっかりと情報回線した状態で体を支えるっていうことができるんで、僧帽筋しっかりとまんべんなく鍛えるためには、ここにプラスアルファの要素としてオーバーヘッド動作しっかり入れてあげるといいです。で、まあその中でも僕はやっぱりオーバーヘッドプレスが一番いいかなと思うんで、まあしっかりとこの情報回線の動きを出せるようにオーバーヘッド動作加えてあげるといいかと思います。では次にベントオーバーローの僧帽筋と広背筋の鍛え分け方について見ていきます。で、ここはぜひ皆さん一緒に考えてほしいんで、まあ、3つの項目を当てはめていきながら、答え出してもらえたらいいかと思います。で、先に大前提として、まあ、鍛え分けとは言ってるんですけど 100-0 ではないです。もちろんどっちが優位に働きやすいかっていうだけなんで、そこだけは誤解しないように気をつけておいてください。じゃあまず、ベントオーバーローイング2つのフォームあります。で、まずこっちのフォームというのが上体の角度が床と平行です。まあここが床だとしたらほぼほぼ床と平行の状態です。そして引く方向というのはこっちのフォーム、真上に引いていきます。バーベルがここにあって、まあ、真上に引くような動きを取ります。そしてもう一個、この右側の A ですね、こっちの A では上体の角度が少し起きています。ちょっとさっきに比べて平行からやや起きている状態ですね。で、引く方向というのは真上ではなくへその方向に引いてきます。で、この辺りですね。で、今この2つのフォームと上体の角度、引く方向というのを見ていったんですが、これによってある程度どちらが鍛えられやすいかっていうのは判別することができます。まあ、もしよければチャットで答えてもらいたいんですけど、これ僧帽筋を鍛えるフォーム1番か2番かどちらかちょっと答えてみてください。上体が平行の方か上体が起きてる方か、で2番で言うと引く方向が真上で、こっちで言うとへそで、1番2番どちらが僧帽筋を鍛えれるかで、まあ皆さんに答えてもらってる間にベントオーバーローイングのちょっとしたコツとして覚えておいてもらいたいのが、で、この例えば1番の方のこの上体が床と平行になるぐらいまで、まあ、お辞儀した状態作ってしまうと結構腰痛めるんじゃないかっていう方多いんですけど、ベントオーバーローで腰を痛めないためのコツとして、しっかりとこのね、もも裏にあるハムストリングスで重さを受けてあげることです。もちろん2番の方もこのハムストリングスで重さを受けるっていうのは大事なんですけど、ここでしっかりと重さを受けないと腰にすごく負担がかかってしまいます。なので、ベントオーバーローで腰が痛むという方はまずルーマニアンデッドリフトをしっかりやってもらったりとか、床引きのナローデッドリフトやってもらえると、このハムストリングスの強化とか、あとはハムストリングスで重さを受けるっていう感覚が分かりやすいかなと思うんで、ベントオーバーローこの姿勢作るのが難しいという方はまずそっちの種目を優先してやってみてください。では、まあ1番2番どちらがこの僧帽筋を鍛えれるか広背筋を鍛えれるかっていうところを、まあ、しっかりと答え見ていくために関節の動きを見ていきます。まず1番の方では床と平行の状態からまっすぐ上に引きます。ということは関節の動きとして起こりやすいのが、これ肩甲骨の内転です。これは
内転という運動が起こりやすいです、まあ、実際この姿勢を取ってもらって床と平行まで取ってもらって真上にバー引こうとするとすごく肩甲骨が寄るという感覚が分かりやすいかと思います。で2番の方で2番の方上半身が少し起きている状態そしてへそに向かって引いていくというのはこれ肩の伸展運動です。で肩の伸展ってどういう運動かというと前にある肩を後ろに引いていくという運動です。で上半身がやや起きた状態で後ろに引っ張っていくというのはこれ肩の伸展というのがメインになるんでこれは広背筋の作用です。前回見たところですね。なので答えとしてはまず1番が基本的には僧帽筋を鍛えやすいフォームで2番がこれ広背筋を鍛えやすいフォームになります。でそれはなぜかというと関節の動きが上体の角度平行の状態から真上に引くことによって肩甲骨の内転が起こりやすいから。で2番の方は上体の角度少し起きている状態でへその方向に引くことによって肩関節の伸展が起こりやすいからといったような形で一つの種目に対してもこの形を変えてあげるだけでいろんな運動方向を誘導することができてその運動を行うとそういった運動その運動を行うとその作用を持つ筋肉が働くといった流れになるんで、まあ、こういった2つの鍛え分け方一回ちょっとね軽いバーだけでもいいと思うんで体感してもらえると分かりやすいかなと思います。ではここまでで一通り説明が終わったので最後ちょっと復習していきます、まあ、僧帽筋の解剖学ですね。上部中部下部繊維3つの繊維に分かれて各それぞれ作用を持っています。上部繊維というのは肩甲骨の挙上肩をすくめる動きとか肩甲骨中部繊維というのは肩甲骨内転寄せるような動きそして下部繊維は肩甲骨の下せ肩を下に落とすような動きを持っています。で共同の作用としては上方回旋といって肩甲骨をちょっと上に回すような作用を持っているんでここ非常に重要です。でその中でも中部繊維特にこの胸郭に固定するという役割があってこれは前鋸筋と共同して働きます、まあ、これがないと肩の怪我につながったりとか肩がすごく不安定な状態になるんで、まあ、ここしっかりと働かせるというのは肩の怪我予防に非常に重要なポイントです。で僧帽筋のトレーニング見ていくと上部繊維は挙上するシュラッグ中部繊維は内転のローイング下部繊維は下制のラットプルダウンこの3つがおすすめです。でその中でも、ただこれだけでは共通の作用とした上方回旋の動き不足してしまうのでプラスアルファとしてオーバーヘッド動作入れてあげましょう。オーバーヘッドプレスとか、逆立ちとかそういった動きでいいので、まあ、できない方は壁倒立でも大丈夫です。で最後に弁当バロの鍛え分けを見ていきます。でいろんな種目の中でもちょっと形を変えるだけで関節の動きというのを誘導することができます。で弁当バローでいうと例えば上体の角度床と平行気味にするとか引く方向を真上にするっていったことでこの肩甲骨内転という動きを誘導することができてそれによって僧帽筋鍛えやすくなります。でも逆に、それとは違って上体の角度を少し起こしてみたりでへその方に向かって引くことによって肩関節伸展の運動を誘導することができるんでこういった形すると広背筋を鍛えやすくなります、まあ、いろんな種目でこういう応用っていうのは使い分けることができるんでまた今後紹介していけたらなと思います。で以上が僧帽筋の解剖学になります。でここで紹介した前鋸筋との共同作用っていうのは別動画で紹介してるんでよければ詳しく知りたい方は概要欄見てみてください。この動画は公開後メンバーシップ限定でライブ配信を行っています。でライブ配信ではこういったトレーニングについての予備知識を発信していたりとか質疑応答受け付けてるんで興味がある方は概要欄からご参加ください。それでは今日はこれで終わります。